はいどうも皆さんこんにちは、いつも似たようなアングルですみません、うつぷぬしです。はい、今日はですね、サムネとタイトルの通り、はい、こちら、私が一番好きな車両のね紹介になります。今日はですね、グリーンマックスのキハ111-112型200番台2空等線、まあ、ゴンオタ色っていうんですかね、の100等の紹介でございます。キハ100等でございますね。皆さんおなじみの、まあ、関東の方に行けば八甲線とかでもね走ってますけど、まああとは水郡線とか只見線とか、あっちの方でもね活躍範囲の広い100等でございますけど、今回はもう線ここ100等でございます。はい、愛しの線ここでございますね。皆さんも線ここ木羽沼にハマっていただければというふうに思います。じゃあ一両ずつざっくり見ていきましょう。はい、こちらがですね、青森型、まあ、いわゆる新庄方面に連結されております、はい、キハ 111-215、 ここに車番書いております。こちらがね、トレーラー車になっております。はい、お顔拝見。はい、顔はですねこんな風にホロがついておりまして、はい、ここにね見えますかね、奥の細道って書いております。これちゃんと印刷というかステッカーというか最初から貼られていました。今回はね中古で購入したものになっております。でここにちゃんとホロもついておりまして、でこのカプラーについてはですね、トミックスの JC25 が、対応製品になっているようです。はい、で側面の湯煙ラインのねこのロゴステッカーもね再現されております。で床下のねそのエンジンとか接触木箱とか、あと何ですか反対側見れば、まあエンジンの消音器だとかラジエーターだとかがね、しっかり再現されております。はい、屋根上はですねちゃんとベンチレーター4箇所とエアコン、まあ、いわゆるクーラーですね、ユニットクーラー2つ再現されております。列車無線アンテナもね、ついております。このベンチレーターについては別パーツのようです。で、はい、カプラー、連結面のカプラーですが、加藤カプラーにね、私は交換しております。キハ111-112というのは、まあ、上の型を向いた時の左側にねジャンパー線が来るんですね。まあいわゆるこの向きですね、こっち側だけにジャンパー線がついてるので、反対側を切り取ってねこの2本だけジャンパー線残して加藤カプラーにしております。すごいディティールは、まあ毎日見てるので100等はとてもまあよくできているんじゃないかなというふうに思います。台車の作り込みとかもまあまあ細かくていいんじゃないかなというふうに思います。はい、で2両目ですね、こっちが仙台方面、まあ、いわゆる1両目になる車両ですね、キハ 112-215 です。こっちがね動力車になっております。この通りこの黒い部分にね、コアレスモーターが入っております。でカプラーは同じく加藤カプラーに、はい、交換してあります。こっちはねホロがない側の車両になります。でこっちのカプラーもねトミックスの JC25 に交換してあります。いや本当よくできてますよね、この赤いラインとか緑のラインの感じとか、本当にディティール細かいなというふうに思います。こっちもちゃんとねベンチレーター別パーツで付属しております。でまあ見えないと思うんですけど、この行き先表示、ステッカーというかシールというか付属しております。もう結構いろんな駅の行き先入ってたんで、まあお好きな駅の貼り付ければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、走ってる様子、見ていただければと思います。どうぞ。
つうことで今日は、グリーンマックスのね、キハ110系のね、110系というか111、112型200番台陸等線仕様の紹介でございました。今後もキハ100等シリーズは増やしていきたいなというふうに思っておりますので、また増え次第動画に登場するかなというふうに思っております。ということで、長くなってしまいました。ありがとうございました。